バレーあるある何でも比べたがる顧問。はい、修吾。修吾です。お前らさ、さっきの試合全然声出してなかったやんけ。はい、うちのモモピスの方がなんぼか声出すぞ。ね、モビよな、さっきママって言ったもんね。ほんで足も全然動いてないやんけ。はい、なんぼ前のボール落としてん。はい、うちのモモピスの方がなんぼか足動かすぞ。ね、モビよな、最近ハイハイできるようになったもんね。なあ、分かってんのか。はい、しっかりやれよ。はい、はい、いけします。チョコやばかよ。あの時のメンバーチェンジが最適だったのかを家に帰って考える強豪校コーチ。そこのメンバーチェンジ絶対いらんかったよな。いや、わかるよわかるよ、佐藤は3年間休んだことないしちゃんと練習してきたわ。けどさ、あの競った場面でのピンチサーバーは違うやろなあ。正直あそこ見捨てなかったら勝ててたもんな。いや、でもわかるで、その引退試合最後全員出してあげたいみたいな、思い出作りのためにみたいなのはわかんねんけどさ、正直あれ勝ててたで。それやったらあの試合はあの山本サーブ打たせたままで、その次の試合の序盤とかで佐藤ちょっと入れてみたいな感じでもいけたんじゃないんかな。いや、でもまあまあまあ絶対勝てるなんて保証ないし、そのまあ早く入れてあげたいっていう気持ちはわかんねんけど、いやでもあそこもうだってもうミスりそうな顔してたもん。もうえ、私ですかみたいな顔してたし、いやまあそこでちゃんと打ち切らないといけないんやけどな。いやでもさ、そこもなあ、もう佐藤も辛いやろな。いやでもまあまあまあ実力やしな、仕方ないけど。いや、何がせ書くことがわからない強豪校バレー部の休日。何書こう、何書く、どうしようかな。監督が携帯を見ているとき、わざと後ろを通って携帯の画面を見る。一人一人。練習終わって片付けのとき、ネットそのままでと言われたら嬉しい。流行ってる動画真似しがち。え、かわいいやろ。乗ってよ。え？